自分を愛せぬ者は他も愛せぬという言葉がございます。私たちは自分で自分を愛して初めて人を愛していることになります。でよく人を愛しなさいという言葉は皆さん聞きますけれども、自分を愛しなさいという言葉はあまり聞いたことがないと思いますね。しかし本当に自分というものが自分を愛することができて、初めて私たちは他人を愛することができるということを私は知ったのであります。他人を愛しなさいということは、自分は愛し得ないで他人を愛することができないという理由は何かというと、自分を愛しているということは、例えば人様を憎んでいるとき、自分で自分を愛していないという状態であります。例えば人を憎んでいるときは自分を憎んでいるわけです。自分を憎まずにして人を憎むことができないという意味であります。だから自分というものが自分で自分を愛しているということは、自分の中に憎しみをとどめておかないという意味であります。じゃあ自分を愛するということは、人を憎まなければ自分を愛していることになりますね。人の悪口を言わなければ私たちは苦しまないで済むわけです。で、悪口を言わないと、人の悪口を言わないということは、自分を愛しているということになります。で、人をも愛していることになります。だから私たちが本当に自分というものが愛があるかないかということは、あなたに不安や恐怖やそういうものがないかあるか、それとも常に自分は喜びの中に生きているか。喜びの中に生きているという原因は何でしょうか。人を憎まないからであります。悪口を言わないからであります。嫉妬をしないからであります。怒らないからであります。まずあなたが自分自身を本当に心に安らぎがあって、放悦感に満たされているということは、自分を愛していることであり、人を愛していることになるという意味です。どうですか皆さん方、人を憎んで自分を憎まずに折れるでしょうか。そういうことじゃありませんね。あなた方が本当に自分というものを愛しきれて、初めて人を愛していることになるということです。だから他人を愛せよ愛せよとよく言いますけれども、それも一つの教えではありますけれども、まず自分というものを愛しているんだろうかということです。誰かが、あなたが例えば誰かの悪口を言った、もうあなたは愛の法則、自分を愛する愛の法則から外れたわけですね。そうするとあなたの中に苦しみが募ってまいりますから、これが自分を愛してないということになります。だから自分を愛する者は人を愛する者であると、自分を愛し得ない者は人を愛してないということになります。私たちはまず自分が自分で自分を愛してるんだろうかということを見つめてみたらいいと思います。で、自分をで自分の愛してるという姿は、私たちは自分の苦しみの原因となるものを決してこの世に持たないということが肝心ではないでしょうか。そうしたとき、自分の中に自分の苦しみの原因になるものがなくなったとき、私たちはすべての人を許し、すべての人を愛していることになるわけです、ね。だから自分というものさえも愛しきれないものが、どうして人を愛することができるんだろうか。人を愛しなさいという言葉はよく聞きますけれども、自分を愛しなさいという言葉、初耳じゃないでしょうか。自分を愛してますか皆さん方。自分を愛してるならば自分を苦しめないはずですよね。自分を愛してないから苦しめるんでしょう。だからそれは無知から参ります。どのようにしたら私たちは苦しまずにおることができるんだろうかということは、まず自分を愛することで、自分を愛している人は必ず他を愛しているということになります。皆さん方は自分を愛しているとき、本当に自分を愛しているときは、誰も憎まない、そしらない、怒らない、嫉妬しないがゆえに自分を愛していることになりますね。だからイエス様はそのことを、自分を愛するがごとく人を愛しなさいという言葉がありますね。自分を愛している状態、自分を愛した分だけ人に皆さん方は愛を与えているということになります。だから皆さん方はよく自分自身で本当に自分で自分を愛することを知っているんだろうか。自分で自分を苦しめていないか。もしあなた方の中に苦しみがあるなら、あなたはあなたを愛してないことになりますね。あなたを愛してないということは、人を愛してないということです、ね。苦しみの原因はどこから来たんだろうか。